じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ねえ、成瀬って喧嘩する家で？お兄ちゃんとお母さんする。自分の家のこと好き？気づいたんだよね、うち喧嘩しないなって。それで家を出る気がなくなったと。しっかりしてる彼氏が良かったな。ごめん、萩。はぁ？父さんにはもう一つ家があるんだ。そこに東子さんという人が住んでる。東子さんを追い出しに来ました。ここは私の家よ。東子さん出ていくわけ？あの人出ていかないって言ってた。めんどくせえ女と付き合ってんのが悪いんだよ。聞かせて、何があったの？それでさ、部下の人はなんて？俺の味方でなんかもっと大人ってしっかりしてるものだと思ってた。